アンドラニク・オザニアン、アルメニア語、1865年2月25日から1927年8月31日は、アルメニア人の軍人、革命家にして、最も著名なフェダーイであり、アルメニア民族解放運動史上の重要人物である。単に、アンドラニク将軍と呼ばれることが多い。アンドラニクは1880年代後半から、 オスマン帝国政府及びクルド人のゲリラに対する闘争に積極的に参加するようになり、アルメニア革命連盟の党員となって他のフェダイと共にオスマン領東アナトリアのアルメニア人居住域でアルメニア人農民の生活を防衛することに努めた。アンドラニクは1904年にオスマン帝国を去り、1907年にはダシュナク島が 青年トルコ人と提携したことに反発して、党を去った。第一次バルカン戦争時には、1912年から翌年にかけて、ガレギン、ヌジュデと共に、ブルガリア軍内でアルメニア人義勇兵を率いて、オスマン軍と戦った。第一次世界大戦が始まると、ロシア帝国陸軍内でもアルメニア人義勇兵の大隊を指揮して、オスマン軍と戦ったが、 1917年のロシア革命によってロシア軍が撤退すると義勇兵は数で勝るオスマン軍の前に取り残された。アンドラニクはエルズルムを防衛しようと努めるも果たせず、1918年の5月にはオスマン軍はエレバンの付近まで迫った。これに際し、ダシュナク島が主導するアルメニア民族ソビエトはアルメニア第一共和国の独立を宣言したが、 オスマン帝国との間のバトム条約によって、第一共和国は多くのアルメニア人が独立させることを望んでいた西アルメニアに対する要求を放棄した。このため、その後のアンドラニクが第一共和国の存在を受け入れることは決してなかった。ザンゲズルの防衛のためにトルコ軍やアゼルバイジャン軍と戦った際も、アンドラニクは第一共和国政府からは独立して行動した。 1919年にアンドラニクはアルメニアを去り、ご半生をヨーロッパやアメリカで過ごした。1922年からカリフォルニア州フレズノに定住し、1927年に死去した。彼はやがてアルメニアの国民的英雄として称賛されるようになり、数々の像やその名を冠した通り、広場なども作られ、楽曲や小説の中でも、 伝説的存在として扱われるようになった。若き日のアンドラニク。背後に映る旗に書かれている文章は、作家のミカエル・ナルバンディアンによる、死、イタリアの少女の歌からの一節アンドラニク・オザニアンは1865年2月25日に、オスマン帝国、シバス州シェビンカラヒサルで大工の家庭に生まれた。父方の祖父は十八世紀初頭に、トルコ人の迫害を逃れて、 近隣のオザン村からシェビンからヒサルへ定住し、その故郷にちなんでオザニアンの姓を名乗るようになった。アンドラニクはアルメニア語で長子を意味する名を与えられて育ったが、1歳の時に母を亡くし、以後は姉に育てられた。1875年から1882年まで地元の学校へ通い、その後は父親の仕事を手伝った。 アンドラニクは17歳で結婚したが、翌年に妻は出産中に命を落とし、赤子も死亡した。当時のオスマン帝国は、アブデュルハミトニセヒの先生下で、反イスラーム主義が高まり、アルメニア人の立場は悪化していた。1882年に、アンドラニクはアルメニア人を虐待していた、トルコ人の憲兵に暴行を加え、逮捕された。しかし、友人たちの助けを借りて、 脱獄に成功した。アンドラニクは1884年から2年間、首都のイスタンブールで大工として働き、1888年からシバス州で民族運動に関わり始める。1891年に社会主義団体の社会民主、粉着等に加盟し、2月9日に反アルメニア環状で知られる。 イスタンブールの警察署長の暗殺計画に加担して1892年9月2日に2度目の逮捕を受けた。しかし、アンドラニクは再び脱獄し、同年に結成されたばかりのアルメニア革命連盟に加盟した。1894年からアルメニア人に対して行われたハミディエ虐殺の際には、アンドラニクは他のフェダー・イーと共同で無種や左数にある アルメニア人の村々をトルコ人とクルド人のハミリーへによる攻撃から守った。1897年、アンドラニクはロシア帝国内カフカースの中心都市で、あると同時にアルメニア人の活動の中心地であり、ダシュナク島の本部も置かれていたチフリスにおもむき、その地でフェダイに対する広範な権限の委託と大幅な武力の供給を得て、西アルメニアへ戻った。この ロシアのアルメニア人数十人もアンドラニクに突き従って虫とサスーンに入っている。当時の領地はフェダイのアグピュルセロブの指揮下で反独立状態にあった。セロブは1899年にクルド人の族長によって殺害されたが、この族長は数ヶ月後にサスーンのタルボリク村で死災二人の若い男と25人の女子供のアルメニア人を殺した。 アンドラニクは、抗戦的なアルメニア人の反独立農民が住む虫とサスウーンの38の村々で、セロップの公認としてゲリラの指導者となり、この族長の暗殺を計画した。そして、族長を落ちし残首することに成功したアンドラニクは、フェダイの間で揺るぎない名声を確立することとなった。聖書と修道院の戦いアンドラニクらが立てこもった。 聖使徒修道院1901年秋、無主近郊の聖使徒修道院で、オスマン軍とフェダイの間に衝突が発生した。この戦いでは、無主に影響力を持っていたアンドラニクを狙って、オスマン軍が5000人を超す兵士を送り込み、最終的に11月上旬に、アンドラニクらおよそ50人のフェダイは要塞化された聖、使徒修道院に立てこもることとなった。 1200人の軍勢が修道院を包囲して投降を呼びかける中、アンドラニクラは小さなグループに分かれて修道院から脱出することに成功した。レフトロツキーによれば、アンドラニクラはオスマン軍将校の軍服を着て修道院を出て包囲する兵士らに流暢なトルコ語で話しかけ、自分たちがいた場所を指し示しさえしたという。この出来事によってアルメニア人たちの間で、 アンドラ肉の名声はまたも高まり、単にアンドラ肉といえばオザニアン個人が刺されるまでになった。しかし、アンドラ肉の意図したところは、虫のアルメニア人農民の窮状を外国の領事らの目に留まらせ、弾圧される東アナトリアのアルメニア人に希望の光を灯すことだった。トローツキーによれば、アンドラ肉の政治的な考えはカルボナリ的活動と、 外交的陰謀によって形成されていたという。サスーン放棄1903年、アンドラニクはオスマン政府に対してアルメニア人への弾圧を停止し、政治改革を行うよう要求した。過去からその当時に至るまでフェダイが最も集中していたのは伝統的にアルメニア人人口が、 圧倒的多数を占めるサスウーンの山岳地帯およそ1万2000平方キロメートルの範囲だった。その地域では、現地のアルメニア人が、革命的混乱状態を理由に、過去7年間納税を拒否していた。同年秋、アンドラニクは、フライルジョギク、チボーネルセシアンら数十人のフェダイと共に、サスウーンのゲリエグザン村で会議を開き、トルコ人とクルド人による襲撃からの、 アルメニア人村の防衛について話し合った。その席上で、アンドラニクがタロンとバスプラカムのアルメニア人を、急合した、広範囲な放棄を示唆すると、対して、フライルは、アルメニア人ゲリラの不足を理由に、サスーンのみでの小規模な放棄を提案した。最終的に会議では、フライルの提案が承認され、アンドラニクは、その放棄の主要指揮官に選任された。 主な衝突は1904年1月にオスマン政府に支援されたクルド人ゲリラとの間に発生した。4月上旬からオスマン側が反撃を開始すると100人から200人のフェダイ及び700人から1000人の現地のアルメニア人に対して1万人から2万人のオスマン兵及び約7000人のクルド人ゲリラが投入され激戦の中でアンドラニクは生き残ったが フライルは死亡した。放棄の2ヶ月間で7000人から1万人のアルメニア人が虐殺され、9000人が家を失い、サスーン全体で約4000人が亡命を余儀なくされた。より小さな衝突はその後も発生したが、トロツキーはこれについて、当時の国際的な関心は日露戦争にあり、この放棄は列強とロシアにほぼ無視されたとしている。 7月から8月頃にアンドラニクラフェダイはバンコに達し、小船で悪玉る島へ渡った。そして9月に英雄的な記憶だけを残してバンを経由し、ペルシアへ逃れた。アンドラニクが西アルメニアを脱出した理由についてトロツキーは、さらなる虐殺を防ぎ、現地の緊張状態を緩和するためだったとしている。さらに、ペルシアからカフカースを経由して、 ヨーロッパへ渡ったアンドラニクは1906年にジュネーブで戦術論についての著作をダシュナク島の出版社から発表した。その著作の大半は彼自身の活動とサスーン放棄で使用された作戦についてで占められている。1907年2月から3月にかけてアンドラニクはダシュナク島第4回党大会に参加するためにウィーンへ赴いた。 しかしこの時、1902年以来ヨーロッパのトルコ人、政治団体と交流を持っていたダシュナク党は、その中でも青年トルコ人がアブデュルハミト2世の先制を打倒することを期待して、彼らと協力関係を結んだ。アンドラニクはこのダシュナク党の決定を強く非難して、党を去った。翌年にダシュナク党はアンドラニクに対してイスタンブールへ移って、 オスマン帝国の議会選挙に立候補するよう求めた。この時、アンドラニクは、その要請を拒否しているが、彼はすでに数年前から政治と軍事に、積極的に関与することはやめていた。同年から、アンドラニクは、ブルガリアのソフィアへ移り、定住するようになった。その地で、ボリス・サラホフ,フなどの内部マケドニア革命組織の指導者たちに出会ったアンドラニクは、彼らと共に敷いたげられた。 アルメニア人とマケドニア人のために再び戦うことを誓い合う。その後第一次バルカン戦争が始まると、アンドラニクはブルガリア軍内で230人のアルメニア人、義勇兵からなる中隊を指揮して、オスマン軍と戦った。この義勇軍はアレクサンダル・プロトゲロフ率いるマケドニア・アドリアノープル義勇軍の一部を構成していた。また、アンドラニクは、 ダシュナクトーノガレギンルジュでともし識化の部隊を共有していた。その一方で、オスマン軍の側について、バルカン同盟側と戦ったアルメニア人兵士も約8000人いた。その後、アンドラニクはメルハムリの戦いを含めたいくつかの戦闘で名を挙げ、ブルガリア政府によって注意の位を与えられた。 1913年には、プロトゲロフ将軍から勇敢勲章も授与されたが、ブルガリアとセルビアとの間の戦争を予期したアンドラニクは、同年5月に部隊を解散し、翌年8月までバルナ近くの村での農民として暮らした。1914年7月に第一次世界大戦が勃発すると、アンドラニクはブルガリアを離れて、ロシアへ渡った。ロシア政府は、 アンドラニクを第一アルメニア人義勇大隊の司令官に任命し、アンドラニクは同年11月から翌年8月にかけて約1200人のアルメニア人義勇兵を率いてカフカース戦線を積極的に戦った。彼の大隊はとりわけディルマンの戦いで名を挙げ、この戦闘でトブマスナザルベキアン指揮下のロシア人とアルメニア人の軍団が勝利したことは、 オスマン軍のアーザルバー・イジャーン経由でのカフカース侵入を食い止めることに貢献した。しかし、同時期のオスマン帝国内ではアルメニア人虐殺がまさに進行中だった。大戦終結までにオスマン領内のアルメニア人は大部分が追放を強いられ多くが虐殺されたが、その残虐行為に対する抵抗が番で行われた。立ち退きを強制する。 オスマン軍が都市を包囲した後も、アラムマヌキアン率いる現地のアルメニア人は立てこもりを続け、アンドラニクの義勇軍がバンに到着する1915年5月19日まで持ちこたえた。その後もアンドラニクはバンコ南岸の社宅バフチェサライタトバンを占拠することでロシア軍を支えた。夏の間に一度崩壊した義勇軍もチフリスで立て直し、 同年11月から翌年3月まで戦闘は続けられた。このアンドラニクの働きにより、1916年2月に、ムシュは、ロシア軍によって占領された。ロシア軍中将、ヒョードル・チェルノズボフは、自軍の勝利は、アルメニア人義勇軍の働きによるところが大きいとし、アンドラニクを状況判断力に長けた優秀で、経験豊富な指揮官であると称賛した。だが、 同年夏にロシア軍がアルメニア高原を制圧するともはやアルメニア人の兵力は必要とされなくなり状況は変わった。ロシア政府がアルメニア人義勇兵を除隊させアルメニア人の市民生活まで禁止するに至ってアンドラニクは第一アルメニア人義勇大隊の司令官を辞任した。その他のアルメニア人義勇兵もやがてロシアの政策に失望し同年7月に 彼らも前線を去った。ロシア革命とオスマンとの再戦1918年のカフカース戦線1917年の2月革命はニコライ2世の戦線を打ち破ったものとして多くのアルメニア人に歓迎された。やがて南カフカースにはロシア臨時政府によってザカフカース特別委員会が設置された。同年4月、アンドラニクはチフリスで オスマン領内のアルメニア人に向けた無党派の新聞アルメニアの発行を開始している。12月までアンドラニクはオスマンからのアルメニア人難民に基礎的な支援を施そうと南カフカースへ泊まった。この時期にはおよそ15万人のアルメニア人が荒廃した西アルメニアを復興させようと臨時政府の保護の元オスマンへ戻ったがやがて ロシア軍が破壊するとその多くはロシアへ舞い戻った。ほどなく10月革命が勃発すると、オスマンからのロシア軍の退却に伴う混乱は、激しさを増した。臨時政府から権力を奪取したボリシェビキは12月5日に、オスマン帝国とエルズインジャン停戦協定を結び、オスマンロシア間の戦闘は終結した。ボリシェィキのソビエトロシアは1918年1月に、オスマンにおける アルメニア人の自決権を認めていたが、その一方で、同年3月3日に、中央同盟国と調印した、ブレストリトフスク条約によって、国境地帯である西アルメニアをオスマンに割上しても、いる。この条約によって、西アルメニアのみならず、東欧各地がロシアから離れてゆく中、南カフカースのロシア軍は、ザカフカースイン部の下で、アルメニア軍の形成を承認し、 およそ2万人の兵士で編成されたアルメニア軍、部隊は、ナザルベキアン将軍の指揮下で、バンからエルズインジャンまでの前線に展開した。3師団にある、この部隊のうち、2つの師団は、ロシアのアルメニア人によって編成されていたが、残る1師団は、西アルメニア出身者によって編成されており、これを指揮したのが、アンドラニクであった。1917年12月以来、 アンドラニクはエルズルムで軍を指揮していたが、翌年の1月に彼はカフカース前線司令部によって西アルメニア師団の司令官に任命され少々の地位を与えられた。しかし、この地域にはエルズインジャンから黒海にかけてグルジア軍も展開していたが、かつてロシアの常備軍がこの300マイルの前線を500万人の兵で防衛していたのに比べ、 当時前線に展開していた兵力は数千人に過ぎなかった。数で勝るオスマン軍を前にアンドラニクラは破れ去り、3月12日、エルズルムはオスマン軍によって占領された。アンドラニクラはカルスへ、アレクサンドロポリへ、ボロンツオフカへ、ジャラログリへ、ドセフへと撤退に撤退を重ね、4月にはオスマン軍は大戦前の国境まで到達した。5月18日には、 アンドラニクの部隊は、ドセフまで交代していたが、その時にはすでにサルダラパートや、アバラン、カカキリサで繰り広げられていた、激戦の数々に参加する術すらなかった。アンドラニクがあくまで譲らなかった、西アルメニアサルダラパートの戦いでのアルメニア軍の前線により、オスマン軍が足止めされているのを後期と見て取り、アルメニア民族ソビエトは、 ロシア領内であった部分のアルメニアの独立を宣言し、ここにアルメニア第一共和国が成立した。しかし、アンドラニクは民族ソビエトがオスマンとの間に結んだバトゥミ条約によって西アルメニアに対する要求を放棄したことをアルメニア人が40年間求め続けた西アルメニア以外の部分など、 ただ誇りっぽい地方に過ぎないとして激しく避難し、民族ソビエトを主導していたダシュナク島に対しても強い反感を抱くようになった。アンドラニクはペルシア北部に駐留するイギリス軍に合流しようと、試みたがオスマンの大軍と遭遇したためになバ番への交代を余儀なくされた。やがてアンドラニクはダシュナク島への反発からボリシェビキとの連携を模索するようになり、 6月14日には、ナヒチェバンがソビエトロシアの不可分な要素であるとも宣言した。アンドラニクのこの動きは、ボリシェビキのステパンシャウミャンや、ウラジーミルレーニンに歓迎された。ザンゲズルナヒチェバンへと進撃するオスマン軍から逃れるため、アンドラニクとその部隊は、ザンゲズルの山岳地帯へと移った。当時のザンゲズルでは、 アルメニア人とアゼルバイジャン人の対立が高まりつつ、あり、アンドラニクの部隊は、地域内を結ぶ主要な道をムスリムに抑えられ、彼らに囲まれた状態でザンゲズルに拠点を形成した。この時、アンドラニクの部隊は、ムスリムの村を破壊して、ザンゲズルを民族的に禁止化しようとしたとの主張がある。オスマン軍のハリルパーシャは、アンドラニクの行為について、 報復を行うと第一共和国政府を同括したが、第一共和国首相のホブハンネス・カチャズヌには、アンドラニクの部隊は、我々の手を離れていると回答した。その一方で、アンドラニクは残虐行為を働かず、むしろ彼らは、イスラム教徒からの虐殺の危機にあったのだとする主張も、ある。カラバフ10月13日、連合国に敗れたオスマン帝国は、 ムドロス休戦協定に調印し、第一次世界大戦は終わりを告げた。11月に、オスマン軍はカラバフから撤退し、対するアンドラニクは拠点をザンゲズルからカラバフへ移し、現地のアルメニア人に、アゼリー人との戦いの際に、自分たちを支援する要領会を取った。そして同月中旬、アンドラニクの部隊は、カラバフの中心都市である主社へ進軍し、 クルド人との激しい戦いの末に、ラチン周辺の村々を攻略した。12月上旬、部隊が主社まで 40km の地点まで迫った時、当時爆雨に駐屯していたイギリス軍の WM トム村将軍からアンドラニクにメッセージが届き、アンドラニクはカラバフから撤退することを提案された。もう対戦は終わりました。アルメニアのこれ以上の軍事行動は、 ヨーロッパで開かれる講和会議で間もなく検討されるアルメニア問題の解決にとって悪影響となりましょうとの頼りに対しアンドラニクは以降のすべての事柄はパリ講和会議の席上で検討されるというイギリス側の言葉を信じザンゲズルへと引き返したアンドラニクはカラバフ会議の影響下にあるわずかな領域を残してカラバフから撤退し12月に トムソン指揮下のイギリス軍がカラバフへ入った。トムソンはカラバフ会議に対し地元の非政治的な問題に関してのみ活動するよう命じたのでトムソンはアルメニア人から不況を買った。しかしトムソンはすぐさまあらゆる不平を押しつぶすために熱狂的反中力主義者であるホスイコールベイスルタノフをカラバフとザンゲズルの知事に任命し アゼリー人との衝突による流血を恐れたアルメニア人は最終的にアゼルバイジャン人側がカラバフを暫定的に統治することに同意した。ザンゲズルのアンドラニクたち1918年から翌年にかけての冬、ザンゲズルは雪によってカラバフとエレバンから隔離された。難民たちは飢餓と伝染病に苛まれ、インフレーションに翻弄された。 1918年12月にアンドラニクの部隊はザンゲズルからゴリスへ撤退を試みたが、その途上でイギリス軍の将校に説得されてザンゲズルへ戻った。12月23日、ザンゲズルのアルメニア人たちは会議を開き、春まで人々の統制を保つことは不可能であるとの結論に達した。そして緊張状態を緩和する第一の方法は、 オスマン軍にナヒチェバンを追われた1万5000人を超える難民に対する保障であるということに合意した。アンドラニクを含めた会議のメンバーはイギリスに対して援助を呼びかけ、バクウのアルメニア人からも寄付が集まったが、それも難民たちを養うのに十分な額ではなかった。1919 19年2月にはアンドラニクはザンゲズルを離れる用意ができていた。 イギリス軍の将校は、バクチフリス鉄道のイエブラフ駅から出発することを進めたが、アンドラニクは、その提案を拒否し、3月22日に、アンドラニクは1000人程度のゲリラ部隊を連れてゴリスを立った。彼らは、シシアンを通って、ダララキャズへとアララト平野の深い雪だまりを進み、3週間の行軍の末に、アララトの鉄道駅へとたどり着いた。そこで、 アンドラ肉と出会った第一共和国の軍務大臣補佐のドラスタマットカナヤンと内務大臣補佐のサルキスマナシアンはアンドラ肉をエレバニエ招待すると申し出た。しかしアンドラ肉はこれを拒否した。アンドラ肉にとってダシュナク党政府はアルメニア人を裏切りその故郷の土地と人々を消し去った元凶に他ならなかった。アンドラ肉が去って以降のザンゲズルは以前に増して アゼルバイジャンの脅威に脆弱になり、早々にエレバンからの支援を要請した。4月13日、アンドラニクは、アルメニア人の信仰の中心地であるエチミア人で、全アルメニアのカトリコスである、ゲボルク5世の同席する中、解散式を行った。かつて5000人がいた彼の強力な部隊は、今や1350人に減っていた。アンドラニクは自身と脱手なくとうとの負は、そして、 カフカースのイギリス軍による外交政策の結果として、その部隊を解散させ、装備品と武装をゲボルク5世へと引き渡した。同月27日、エチミア人を離れたアンドラニクは、15人の将校を伴って特別列車でチフリスまで向かった。その日、途中のすべての駅にはこの英雄を一目見ようと、人々が詰めかけた。チフリスでアンドラニクは、 グルジア民主共和国の外務大臣、エブゲニー・ゲゲチコリと、グルジア・アルメニア戦争や作家ホブ・ハンネス・トゥマニアンの翻訳について対談し、そしてバトミを経由して、ブルガリアへ脱出した。この日を最後に、アンドラニクが、アルメニアの地を踏むことは、生涯なかった。結婚式の様子1919 19年から1922年に、かけて、アンドラニクは、 アルメニア人難民に対する支援を訴えながらヨーロッパとアメリカを渡り歩いた。西アルメニアを連合国に占領してもらうためにロンドンとパリを訪問までし、1919年にはフランス大統領レーモンポアンカレにレジオンドヌール勲章を授与された。同年後半にアンドラニクはアルメニアへの資金援助を訴えるための代表団を率いてアメリカへ渡った。この際に彼は ダシュナク島を離れていたカチャズヌニとも共同し、フレズノでは難民救済のために50万ドルを調達するキャンペーンを行った。アンドラニクはヨーロッパへ戻ると1922年5月15日にパリでアルメニア事前協会のボゴスヌバルを花婿海添え人として結婚した。その後、オザニアン夫妻は渡米し、カリフォルニア州フレズノに定住した。 自身もアルメニア系である作家のウィリアム・サロオヤンは1936年にアルメニアのアントラニクと題した短編を書いたが、その中でアンドラニクの到着は次のように描写されている。彼が到着した日にはまるでカリフォルニアのアルメニア人全員がサザンパシフィック駅に集まったかのようだった。彼は正棋例のアルメニアのスーツを着た50かそこらの男だった。 身長は6フィートより、わずかに下。とてもがっしりして、とても強そうだ。彼は時代がかった、アルメニア風の白い口ひげを蓄えていて、その表情は、凶暴そうだったり、親切そうだったりする。アンドラ肉の死を伝える、フレーズの B1926 年2月、アンドラ肉は、健康を取り戻そうとサンフランシスコへ移り住んだが、それは果たせなかった。 ビュート軍の記録にある死亡証明書によれば、アンドラニクは1927年8月31日に、同軍のリチャードソン・スプリングスで、狂心症のため死亡した。葬儀は市民の注目を集める中、フレズノのアララト墓地で執り行われた。ニューヨーク・タイムズでは、2500人を超えるアルメニア人が、ミッドタウンのカーネギーホールへ集まったと報じられた。 アンドラニクの遺体はアルメニアに埋葬される予定だったがソ連当局が入国を拒否したため遺体はアララト墓地へ埋葬されたその後遺体は1928年1月29日にパリのペール・ラシェーズ墓地に改装された2000年の初頭にアルメニアとフランスの両政府はパリからエレバンにアンドラニクの遺体を移送したこれは数ヶ月前に 議会銃撃事件によって殺害されたアルメニア共和国首相、ワスゲン・サルキシャンの発案だったとダシュナクトの機関紙は報じた。2月17日にエレバンへ運ばれた遺体は、2日間カレンデ・ミルチャン・コンプレックスに置かれた後、エチミア人大聖堂でカトリコスのガレギン二世によって奏霊が取り行われ、同月20日にエレバンのエラブルル軍人墓地でサルキシャンの隣に埋葬された。 改装式典でのスピーチにおいて、ロベルト・コチャリアン大統領は、アンドラニクを、アルメニア民族最大の息子の一人と称え、その部品はと刻まれた。エレバンのアンドラニク像をアンドラニクは存命中から、すでに英雄となっていた。当時最も影響力があった、アメリカの新聞の一つ、リテラリーダイジェストは1920年に、アンドラニクを、アルメニアのロビンフッド、 ガリバルリ、ワシントンとして紹介している。同年には、インデペンデントが、彼は、そのトルコ人に対する、英雄的な防衛戦によって、同胞から崇められていると書いた。作家のホブハンネストゥマニアンは、アンドラニクを称える手紙を送り、ボリシェィキのアナスタスミコヤンも回想録で、彼に言及し、アンドラニクの名前は、誉れ高い語行で取り巻かれていたとした。 アンドラニクは広くアルメニア人世界で英雄とみなされており、アルメニア文化の中でもそのように描かれる。ギャラプ国際共和主義研究所とアルメニア社会学研究所が2006年から2008年にかけていったアルメニア氏もしくは民族文化の中で現時点でアルメニアの英雄、リーダーに最適だと思うアルメニア人の人物、またはキャラクターは との質問に、対象者の9%から18%が、ワスゲンサルキシャンに次いで、アンドラニクの名を挙げた。しかし、第一共和国のために本当に役に立つことを何も、せず、国を離れた、最も著名なゲリラであっても、最も重要なゲリラではないなどの批判もまた、存在する。アンドラニクは明らかに、進路、 真相派とみなされていたが、民族運動への警戒心から、スターリン批判以前のソ連で、アンドラについて言及がなされることは少なかった。ソビエトアルメニアの作家であるパルイルセバクは、アンドラニクの異文を読み、アンドラニクについて何も知らないということは、アルメニアの現代史を何も知らないということだと嘆いた。その2年後の1965年、ソビエトアルメニアで、 アンドラニク生誕100周年を記念する祝賀が行われ、1967年にはウジャンの村にアルメニアで初めてアンドラニクの像が設置された。アンドラニクの像はアルメニアのみならず世界各地に設置されており、2011年5月にはロシアのソチ近郊にある村にもアンドラニク像が設置された。しかし、像を撤去しなければオリンピックをボイコットすると、 トルコが抗議を行い、その像は即日撤去された。アンドラニクの名を冠した地名や施設も、エレバン地下鉄のアンドラニク将軍駅やコネチカット州の国道314号線の一部など、世界各地に存在する。アンドラニクの活躍を伝えるアメリカのコミックアンドラニクは、文学や音楽の世界でも、題材とされ続け、トローツキーも1913年に、 アンドラ肉を表して歌と伝説の英雄と述べている。また多くのグサンもアンドラ肉を題材に曲を作った。アンドラ肉を題材とする文学作品アンドラ肉へのレジオンドヌール勲章アンドラ肉は4カ国から勲章を授与されている。その勲章は2006年に彼の軍刀とともにアルメニア歴史博物館に収蔵された。ありがとうございます。